コンボ決めるしかないかなって個人的には思います、はい、さあこの6枚はキープして戦術で悩んでますが視点を置きました、まあ、はい、普通のゲームになってはい、というわけで決勝戦開始となります。これよりさあこのうち勝った方が戦うわけですかね。そうですね、神が、いやどっちが来てもどうしようかなって感じです青赤が予想しないでいけですからね。青赤が白身の、はい、うん、まあ、使われるかちょっと分からないですが難しい、まあ、使われないでしょうけどね大体こういう時って使われないですかね、うん、そういう駆け引きが木原さん、そうですね、敗北しましたね。まあまだアナウンスしてまだ始まらない、あ、これから始まる、ね、これから始まる。じゃあ木原さんのデッキはあのカンパニーが入っていない剣士のドルイドコンボですね。なんでそのカンパニーの、そうですね、同型対決みたいなもんですね。同型対決でスピード負けしちゃったんですかね、うん、あ、異界の進化でなんかシガルダとか入ってたんで、はいはい、ちょっとミッドレンジに強く知ってる方だったんで、うん、さあ決勝戦が始まりました。まずは森から極楽鳥と、極楽鳥、鳥は見たら夜景かドローか、はい、さあ鳥は見たら夜景ってことはか、ああ島なのでビジョンですね。ここはセーランビジョン、決戦の原始で、まずはなんかロナスみたいなのちょっと映ったかな。ロナスですか。かロナスもなかなか肉、ロナスも肉食いちゃうですね。肉というとこのマッチアップだと強い、うん、強そう。さあ決戦の原始でまずはドローを進めていきますと、除去が欲しい、除去が欲しいんですがコンボパーツも揃えなきゃいけないという結構お忙しいの、そうです、ね、中尾選手と。さあいかがでしょうか、手札に何があるのかちょっとよく見えないのですが、中尾さんちょっとあのホイールなんであ、そういうことですか、角度がホイールアウト、ちょっと見えてもカードの判別が上上ですよ。でも上上、力強いですね、力強い。さあターンを返し て, ドローして、さあこのセイズニアカンパニーなんですけども、最速で3ターン目にはコンボが決まってしまうので今は手札に除去は必要と、特にこの献身のドルイドが場に出ているとすぐに地震によってコンボが決まってしまうので、何からこのターンが一番中尾選手にとってはドキドキしますね。ただここは除去はないですが、まだ2位ですね、はい、これは触れる稲妻で焼けるサイズの聖女騎士ですね。あ、ここはあの絶対カウンターされないターンなんで一番強いクリーチャーが出せる、はい、を出していったと。ただ献身からいかなかったというのはどちらかというと焼かれるからというのもありながら、その先に出しておくことでやっぱり、そうですね、これを聖女除去らないともう 4-4 とかになっちゃうんで、はいはい、ビートダウンプランで敗北してしまうと。ビートダウンプラン、さあ中尾選手は決戦の原始の2枚目をプレイと。さっき上上でしたからね、その上上は今手札に取っちまう状態で新たな新鮮な2枚ですね。この2枚は上下、さあ今度は上下と、まあ、カウンターはもうスネア以外は構えられないんで、はい、ここで除去を打つんですかね。あら、タップインですね。これカンパニーあったら打てますけどね。さあカンパニー、ここで聖女騎士の能力を使うことで合計で5マナを使用できる、ますね、そうですね、小田選手ですが、この5マナを選択をどう使うか。自信が見えたかな。手札には両上自信は持っていると。カンパニーありますね。お、カンパニーですか。このカンパニーメインで打つんでしょうか、それともメインで打った方が丸いですか、 いいですかね。全除去がどうだろう、打つちょっと分かんないですけど、はい、打つのかな。全除去をケアするか、それともそのケアするか。あ、ここで 4-4 フェッチ持ってきて 4-4 にします、ね、一気に 4-4 まで成長します、はい、聖の騎士あまりこの地震コンボには見られなかったカードですけど、まあ、別の形になるんで、はい、いいカードだと思います、はい、これフェッチで 4-4 火力限界になった。あっという間に 4-4 と。でもこれで中尾さんちょっとカンパニーまで打たれちゃうんでさばききるの相当難しいんで、うんうんうん、コンボ以外の勝ち筋が、しかもまだコンボにはちょっと時間がかかりそうな、そうですね、でクリコマも入ってないんで、はい、この時点だと小田さんだいぶ有利かな。あとパーマネントの数的にちょっとエムラクールが出てきても、あ、耐えそうです、ね、耐えて、しかもあの場の土地が全部滅殺されると聖女騎士が一気にサイズが跳ね上がってしまうので、極楽鳥でブロックしてってなっちゃう、うんうん、で、まあ、予想通りカンパニー、パーマネントの数すごいですね。いやこれまだ中尾選手の緑が回ってますね。中尾選手まだ土地2枚だけなんですけど、小、うん、田選手はもうすごい6枚、6枚ですかね。7-8とこの2枚めくれる2枚がまたすごい。この2枚はすごい。クリクソン追跡者とクリクソン使用者、もう強烈ですね。これはもうだいぶ有利ですね、白緑側が。さあここで神々のフンヌがあったとしても場にはクルフィクソン使用者と戦力者が残るんですが、しかもないですね。確かにメイン、確かメインには入ってなかった。メインには入ってないですね。全除去は、全除去はこれもう巻き返すのは厳しいですね。ちょっとやっぱエムラもブロックされちゃうんで極楽鳥に、はい、15点入らないですから。中尾選手はさらに
ここで春章ビジョンってのはちょっとかなり苦しい動き、アクションとしては厳しいと、もう相手に全く触ってないんで、ここまで自分の手札を整えることしかできてない。ちょっとプランとしては助教を探しに来たかったんですが、ドローが先行してしまったと。そうですね、もうこれはもう身の代が相当してますね、はい、しかもトップカンパニーなんでまた出てきちゃう。うわ、またカンパニー。ただこのカンパニーは引きそうにはないですか。ああ、そうですね、確かにカンパニーがカンパニー打ったらもうさあ、中尾選手としてはできればドロースペルではなく助教を引き込みたかったところですが、残念ながら日高は結成の原始や、春章を戻しということで、ここまではもう結成春章結成はい、ドローしかしてない。青相手には非常に素晴らしいんですが、そうですね、でまた今度誠意が66になってしまう。さあ、さらになんですが、クリックスで1点ゲインしながら、イクルフィックスで1点ゲイン、しかも手がかりも出ると。手がかりも出る、すごいですね、アドがすごい、素晴らしい。白緑が止まらなくなってきましたね。土地が見えたら宇宙でしたね。まあでもこれでも十分宇宙なんですけどね、このフェッチランドのおかげで、このどんどんアドを稼い、土地チャンスがめちゃめちゃありますね。でまたトップ交代、トップのカードが強すぎます。あ、今度は弱いですね。というわけでもう一回聞いたこと、またもう一回でこれでまた手がかり、手がかりが出ると、でフェッチで失ったライフもワンゲイン。はい、すごいですね、場をあんなに展開しているのに手札の数でも大して変わらないっていう、夢のようなデッキですね。あの初動に対処できなかったんで、あの中尾さんの方が、はい、まあ、戦力士に対処できなかったのはこの全てと、こういう状況になってしまいました、はい、まあ、マナクリに対処するか、うん、戦意に対処するか、はい、細かいシナジーが素晴らしいですね。でこれもう一回カンパニー打つんじゃないですかね、アタックしてから。これもうアドアドシーですね、多分はもう、あ、しかもアンガーもう切っていいから、アンガー神々に振るのは、しかももうほぼすごいカードが死なないですからね。そうですね、殺したいであろう、カンパニーロナスと地震ですね、うん、さあここはカンパニー行きますか。またカンパニー、まあ、行きますね。まあトップに聖の騎士がまず見えているので、またもう1枚確定ですからね。1体66が出ることは確定、はい、すごい、すさまじいですね。これ繰り込まないと勝てないですから、ちょっと中尾さん繰り込ま入ってないんで、青命令入ってないんで、ちょっと厳しいですね、はい。そしてここも2枚と、あコンボの片割れ、用事の権限と、で、あー、これでまたランドセットできますね。これはもうで、また手がかりが2枚、また手がかりが2枚恐ろしい、何ですかねこれは、恐ろしいです ね, ですかねこのデッキ恐ろしいです、ね、またクリックス、いやすごいな。でこれでトラッカーでかくしてもいいですし、はい、自信出してもいいですし、エムラブリーチされても全然耐えますね。そもそも手がかりを炸れるんで結構残りますね。だからエムラブリーチされてもこれ極楽鳥ブロックで、そうですね、あ、適当な手がかり炸ってたんで、しかも滅殺で手がかり炸るとなんと、あの副村追跡者大きくなりますね。あの手がかりが墓地に行った時、生贄に捧げたら大きくなるんで滅殺でも大きくなるんですよね。とんでもない。昔悲劇的な傲慢あったじゃないですか。ああ。冷戦傲慢で手がかり1個残ると、あのその他のサクった分の手がかり全部プラス1乗るんですよね。すげえ。昔それ山本健太郎さんがそれでちょうどダメージ買ってましたね。スタン全然やってなかったんで分かんないんですけど、7個ぐらい残ってた手がかりから一気に悲劇的な傲慢で1個になって66分乗ってそれで買ったみたいな。一気にパンプ。いや、そうなんですよ、すごい動きです、すごいですよ。いや、すさまじいことになりました、ね、一瞬して。いやー、もう白緑がパーマネントが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 11枚ありますね。クリーチャー6体と土地5枚と、いや、手がかりで14枚パーマネント、すさまじいですね。でこのターンはまあ普通にどつくと5点で、はい、手がかり探ったら6点ですね、はい、で次のターンの打点がすさまじいんで、ではもう次死んでる、もう次のターン、これ次死んでるかもしれない、多分次で死んでるかもしれないですね。さあ、このように領事の権限のコンボが入っている小田さんのデッキなんですが、まあ、集合者中隊が4マナで3マナのカードが2枚めける可能性があるということで、普通にビートダウンとしてのプランも立て合えると、ね、ビートダウンプランももう心得で強さ証明してますね、はい、この動きで。それを助けてが聖の騎士と、聖の騎士、まあ、クリックス、トラッカー、はい、3マナの肉がすごいですからね、肉が強い。さあ、これ4枚目の手がかりが倍に出てきて、でドロース、あ、まあ、でロナスですか、ロナスですか、もう止まらない。まずはアタックと、まずはアタックでいこうと、5点、はい、で14。さあ、これをブロックするんでしょうか。手がかりが見えているんで、一応チャンプブロックになってしまいます。あ、そうですね、春章でブロックしたら手がかり探る、はい、ブロックされなかったらロナス、まあ、チャンプさせるのかというところで、
春章はワンチャン正義の騎士のチャンプに回したい感じもあるかもしれないです、ね。このターンの3点ではなく次のターンの、はい、まあ、7点か8点を防ごうと。そうですね、でかすぎるんで、はい、やつがさあ考えています。これなんか待ち始まる前にゴブゴブとか言ってましたけど、はい、もしかしたら白緑有利かもしれないです、ね、この展開を見るとあまりにも、はい、まあでも今は除去れなかったからもらってしまったんで、はい、初速さえ捌けば、そうですね、展開とかもありますし、はい、わかんないですね。展開はまた凄まじい支え方しますね。そうですね、マラクリとなんか適当に相手みたいな、余剰権限でも言ってんですかね。はい、というわけで鮮やかでした、ね、精神を刻むジェイスが倍出てくるターンなんですが、その前にゲームセットと、もう場が固まっちゃいましたね、はい。まず1本目選手したのは、小田浩一選手、先生はカンパニー、鮮やかに1本目を取りました。凄まじいな、やっぱり視界が狭くなってるかもしれないですね、はい。それほど緊張する一瞬であると、緊張する一瞬、決勝の場は。さあ、いるかな、6枚ですが、まあ、今回はトラッカーがいるのは見えたんですけど、ランドは森が2枚あるのが今一瞬で見えました。やっぱアンステーブルの土地って見やすいですね。見やすいですね、主張が。さらに森引きました。今ちょっとマラフラです、はい、下に送って森だったんですか、ね、うんうん。そして平地白マラが今ちょっとないように見えましたが、これでオプトかな。だか、まあ、これで中尾さん1枚7枚キープってことはクリーチャー出てきたらボルト、はい、出てこなかったらオプト、はい、あタップインですね。多分ボルト構えだったんでしょうね肩に力が入っちゃうんですね、やっぱりどうしてもどっち側がやったんですかね、はい、ちょっとわからなかったですけど DQ ではない DQ ではないと思いますけどね、おそらくちょっと怒られるぐらいな2回やったらちょっとまずいぐらい。さあカウンター構えてエンド、あ、またちょっと、まあでも稲妻持ってるから稲妻あるか考えてますが、ブリーチが見えましたね。お、決戦の原始と。さあ今回は1ターン目のアクションがなかったということで、かなり軽快に、むしろ中尾選手の方がまるで1ゲーム目のように快調に動いていると。そうですね、残りの手札は気になりますね。さあ手札が何があるのか次第ですが、上下とビジョンは今引いたんですかね、おそらくさっき言ったのかってことは、はい、あるいは 1ターン目は稲妻のために構えていたと。そうですね、その可能性が、はい。さあ2ターン目ですが、あ、ウーズ、ウーズやっぱり入ってましたね。春章をケアしてアサルなんでとちょっと見逃してるとゴーゴーとかになっちゃう、うん。しゃこにゃいなずまが、稲妻が、まあでもあれは釣りの可能性がありますね。はい、はい、釣りというか死んでもこいつ殺す、こいつ言って、まあ、本当に通したいのは、まあ、献身のドルイドだったり、献身のドルイドだったり。さあただ今3ターン目まで今バイナーにも出ないという状況がもし続くとなると、これはサラチジェイスになる可能性があると。ブリーチ側のペースかなと思うんですけど、はい、ちょっと何が廃墟の地出てきましたね。廃墟の地と、ここで改革派の結集者とかあったら強かったんですけど、はい、なかったか。さあこの3ターン目ですが、フェッチ改革派の結集者何で戻しとかあったら強かったんですけど、はい、これはただ通すか。白ボミオン長歩兵、まあ、無限、一応コンボパーツではありますが、コンボパーツの最後の最後の最後のパーツ、無限マナが決まった後のカードですね。このカードは、このデッキ無限マナ決まってもこいつがいないと、はい、おらんってことが結構あるんで。さあこのカードに対してどう対処していくか。あ、投資はしました、まあ、稲妻でね稲妻で除けれるんで、まあ、ジェイスが出たとして返しで落とされないという算段もあるんでしょうか。あ、そうですね、確かに攻撃力っていうかパワーが2なんで、はい、タップイン。このターンは何をするのでしょうかね、はい、春章をもう出す意味もないしな、なんだろう、春章じゃないしな。さあ出るんでしょうか。サラチではないですが、ほぼサラチジェイス、ジェイス、サラチではないですが、さあほぼサラチでバウンス、バウンス。さあこのここでジェイスの1000個ある能力の1個みたいな感じになりますねジェイスの一つのは一つ目の技が、はい、ブレンタン引きましたね。あ、ブレンタンですね。アンガー分けあり。ただ平地がないんですかね。トラッカー、トラッカー、ね、これはが、おお、素晴らしい素晴らしい素晴らしい、ま、最高のタイミングでトラッカー出せました、ね。まずは手がかりを2個獲得しながら、さらにブレンタンのローンの世話人で稲妻もケアできると。素晴らしい動きですねこれは。さあただこのジェイスをただその使うだけではないのが中尾さんデッキと。そうですね、まあ必殺技があるんで。そうですね、この必殺技を引き込みにいけるというで、今回はパーマネントの数が7個なんで、7個では致命傷になってしまうと。壊滅、はい、さあさあ、そううまくは決まるか。4枚ずつなんでなかなか決まらない、ね、ただ渦巻く知識ありますからね。あ、ゼロが、なんとそう、そうだ、ジェイスの1000のうちの2個目が出ますよこれはジェイスの能力が、必殺技が、これはもう問答無用で。あ、確かブリーチは手札にあったんで、はい、エムラだけど、
エムラありますかね、あるかのように見えるんですか、どうでしょうか、なんかエムラっぽいです、ね、真ん中がエムラクールみたいな、なんか あれほどのサイズの女性に会うとちょっとかなり 見やすいというか目立ちますよね。行くかな、ブリーチ、なんか確か初手にブリーチあったような気もしたんですけど、はい、左側の方にブリーチは確か見えた気がしましたが、行けるだ土地がないのかな、仮にあるのであれば確実に行きそうなので、ちょっと考えているということは、どういう順番でプレイするか、うずまく知識をした結果もしかしたら1個どれか足らないから JS でうずまく知識を使用するかを考えているのかもしれないですね。あ、そうですね。さあいかがでしょうか、難しい、慎重に計算をします。そして5枚目の土地はあった、じゃあエムラもブリーチもあるなら決まる、一応ですが、どれか1枚をジェイスでバウンスすると6枚全部いけるということで、どういう順番でプレイするかを考えているのかもしれないです、はい、ないのかな、それともないんですかね、あアンガーとかないですね、じゃあこれはブレンタンを使う、ブレンタンをバウンスしてその複雑追跡者を使うかを倒すか、それともあ今の状態でバウンスで済ませるかをちょっと考えてるんでしょうか、そうです、であのあのブリーチ見えたのはさっきのゲームだったかな、ちょっとブリーチでも手札にあるように見えますが記憶がエムラがないのかもしれないですね、はい、まあ、ジェイスは守れた、まあ、そしてそれを引きに行くのかそれともっていうところで、そうですね、ミドショーの場合はそのインスタンタイミングでジェイスが落とされないっていうのはありますかね、まあ、この安心は速攻がないので速攻もないし、でまた手がかり3つ、はい、手がかり出ますと凄まじいですね、だんだんエムラクールのケアが、あ高校でバリスタ、唯一のジェイス1を落とせるバリスタが、これはショックですね、これでコンボ決めたいけど、さらにマリガンのビハインドもなんとこのブリーチはありますね、やっぱりないと、あブリーチ、あ一番左がブリーチですかね、ブリーチブリーチかもなんとブリーチが2枚かもしれないですね、まさかの、さ あこれもうちょっと今ので傾いたかもしれないですよ、もしかしたら一気に有利に立ったのは、まあ、ここでブリーチ先目の突破エムラクールだと、あただトラッカーは遅れた、でも、まあ、ギリギリですね、ただこれジェイスがあればというところでしたが、場に3枚の手札があるんで、はい3枚の手札、手がかりという名の手がかりがあるんで、手札がちょっと白緑が有利ですかね、これは手札の枚数ではマリガンした小田選手の方が、まあ、3枚分のアドバンテージということで、手札実質6枚、はい、さらに1枚はブレンタの世話にまたアドを稼ぐやつが出てきました、コンボパーツなのにアドも稼げるっていうのはなかなか、この状況で出てきちゃうと本当に強い、はい、状況でないとどんどんクリーチャーを供給していくんで、してハンドは1枚ですが実質4枚、ああブリーチブリーチ土地みたいな感じですね、多分さあジェイスゼロを使ってエムラを探した方が良かったってことですかね、これは本当は次のターンから探しに行く予定だったんでしょうか、アンガー、さあこうアンガーですが、こいつ1体に使われるっていうのはちょっと苦しいですね、しかもちょっと今この状況ではアンガーは神々の風には刺さらない状態になっていますね、スタックで白ボミを起動ですかね、1回、はい、手かかりを使うかちょっと迷ってますかね、あ消化の調べ X イコール2と、あおそらくあれですね、あの、はい、無視の霊魂ですね、あ無視の霊魂、あ今無視の霊魂以外に何か考えてますね、一応探せないかと、ブレンタンの方がいいかもしれない、むしろレンコンかさ、ブレンタン一応1枛しか入ってなかったですかね、あおそらくそうですか、もういないのか、そうですね、もういないですね、そうですね、さあこれを守って無限のアドを守るとあいつが生きてる限りはもう一旦に2体クリーチャー無限を守るということですね、さあそしてさらにここから一気に2枚このターンから、いやちょっと苦しいですね、青川中尾さん苦しい、さあ青若ブリーチの中尾さんとしては、まあでもただエムラ引けば一発でまだあるんで、はい、アタック16、ただちょっとこれだとエムラークールで攻撃してもパーマネントが結構残ってしまいますね、残っちゃいますね、ただ手がかりを探らないっていうのはそういう意味もあるんでしょう、ね、うん、あ小田さんとしてはその負け筋を潰そうというところですかね、これで何も唱えないとあの白もみが変身しちゃうんで、はい、唱えましたね、あよかった、しかも聖の騎士ですね、聖の騎士これは太い、今何なんですか、ね、何なんですかね、意外と小さいんですかね、33ですね、33、ただ幽霊街と、ああ揺れがでいつでも5-5ぐらいにある、背景落ちもあるので5-5ぐらいにはできるぞと、さあ厳しい、クロックも出てきて、さらにエムラ引いてアタックして手がかり3つと土地2枚で壊滅的にならない、ならないですね、まあ、15点が入ってしまうので、あの、まあ、稲妻をトップで来せば、そうです、ね、
さあ中尾選手は炙り焼き5点。5点は実はこれ66までいくかな。これ見た目上は66はいかなそうには見えますね。いかなそうですかね。幽霊街で自分の土破壊して、66いきますね。これ幽霊街で寝てる土地に起動してマナを出しておいて、その後に廃墟墓地を起動することで66までいきますね、はい。さあただここはウケる、受ける白ぼみを起動できるんですよね、はい、やっぱり3マナ立たせてると、そっちは優先してると、そっちを優先したからって感じです、はい。さあクリーチャーを除去ってはいくんですが、状況としてはちょっと悪化しているというのが中尾選手、アド稼ぎが始まってしまった、はい、また、まあ、自分と中霊外すると、そうですね、66までいきますね。 まず55 で、はい、で廃墟の地がまた使えるから66、はい、さあただここはちょっと弱めですね、おばさん日は、はい、貴族の、ただまあ手札さえ増えればもう何でもいいだろうと、まあうで、ね、あでもあと滅殺の生贄要員に、ああそうですね、生贄要員がおばさん、お前はおばさんが生贄になってくれて、あんまり以上教育衛生上しかないですけどね。3点、さあ3秒受けて3点と、小田さん側からするとこの箱込みの長方兵を変身させない方が強いんで、何かしたカードを、まあ、そのプレイしたかったと、ま、弱くても唱える、うん、それが大事ですね今、はい。でまた1回箱込みを起動できますよ、うん、まるでそのコントロールに対してのお手本のようなこのプレイが、そうですね、もういくら除去っても後続が、はい、途切れない。さあそしていよいよ後続がブリーチ、ブリーチなんでしょうかね、3枚目が見えない、ブリーチ、ブリーチはありますかね。さあここで手がかりを引きに行き、さらに3マナ余ってるのでもう一回能力を起動すると、もう1回能力、これエムラアタックで15点入って稲妻ってのが負け筋なんですよ、小田さんから、はい、小田さん側から見ると、はい、だから飛行ブロッカーを立たせられれば結構でかい、あ極楽鳥も結構強いかも、なるほど、極楽鳥を今引きたいと、むしろもしかしたら強いかも、あでは引いてますね、あ引いてますね、おお、うん、なんと中尾さんは極楽鳥を除去ってエムラしてはい、はい、変身しましたね、あ変身しましたね、2回と中尾さんが何もプレイしなかったので変身しました、変身しました、中尾さん側からするともう変身させたみたいな、うん、あまあでも唱えられないからあれですけど、はい、変身してラッキーですねこれは。さあただクロックとしては1点上がります、4点になります、あでもあと2回唱えちゃうから結局戻りますね、また人間に戻したいんでしょうかね、戻したいです、小田さんとしては、はい、やっぱりあでこれでこのターンは1マナ軽く唱えられるので、戦意の騎士と極楽鳥が、戦意の騎士は2マナとドドドッと出てくる、はい、長兵いいカードですね、いやいいカードですね、すばらしい、スタンダードの頃からめちゃめちゃいいカードでしたが、フェアなカードモダンになるともう2ターン目に出すと弱いんですけど、土地伸びてから出ると本当に強いですね、誠意、はい、うんうん、出して、さあここは極楽鳥を出すかな、極楽鳥出しに行きますかね、出した方がいいと思うんですよね、エムラクロキアスの出れば出した方がいいと、はい、さあ手紙持ってるのは領事の権限ですかね、領事のあれですね、自信ですね、領事の自信を出すから、それは全除去ケアして出さない、はい、やっぱり極楽鳥はエムラの負け目を潰せるので、うん、出したという感じです、まあ、表返したいというのも理由としてはあるでしょうかね。さあ、事実上ラストターンになりましたが、はい、1個立たせられる、そうですね、まあ、なんでもない、ああ、そうですね、あれですね、長母兵が、長母兵が、あこれも、さあ、エンド、何発入りますかね、これ、これは結構なダメージが入りますね、1、2、3、4、5、で、幽霊街ででかくして、致死量はありそうに見えますか、いや、まあ、限界突っ走すれば、致死量いきますね。はい、さあ謎めいた命令が入っているんじゃないかと不満があれば、そうですね、小田さんからかするとちょっとクリコマの影はちらつく、うんうん、さあとはいえ攻撃しない選択肢はまずないので、まずないですね、9点いきそうですね、はい、廃墟の力からで幽霊街を立たせている限り一気に正義の騎士が 2-2 修正を受けるので、はい、とどめの一撃になるか、次がこれ中尾選手のアクションがない場合には決まってしまうと、決まりますね、はい、ブリーチ、ブリーチ土地ですかね、おそらくで、あとなんか新しく引いたカードなので、はい、対処できるカードかどうか、延命手段としてはエムラクールが一応持ってるとブロッカーにはなりますかね、ブロッカーになりますね、でもそれだとアタックできないんですよね、はい、そのタイミングで出しちゃうと、うん、また変身、打点が上がった、ま、た今度は攻撃するときには3-3で相手のターンには2-2、すさまじいカードですね、すさまじい自分のやりたいことすべて持ってますね、すさまじいです、さあそしてこの戦闘フェーズが最後になるんでしょうか、いやとどめの一撃になってしまうかどうか、さあ戦闘前に謎めいた命令を考えて、謎めいた命令考えるなら戦闘前にアクションしない方がいいですね、はい、さあ攻撃いきました、
で現状9点は現状ですでにありますか。現状7ですね。あ、7点ですね。まだ現状7点ですね。おそらく1、2、3で何もないなら揺れが起動するかどうか、はい、あ、8点ないですかね。土地廃墟の地なので、あ、今5で8ですよね。はい、森を出して、さあ出して自分で起動すると、これで致死量になりました。はい、というわけで中尾選手最後はマナフラットに陥ってしまい、見事モダンシン挑戦者になりました。小田浩一選手ということになりました。はい、シノミドカンパニーを主張した小田浩一選手が、第11期上町モダンシン挑戦者決定戦の優勝者となりました。すごいフェアなデッキでした。いや、フェアでしたね。アドをどんどん稼いでみた。はい、 Oh, 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 hallelujah.